回は、スティックの握り方、グリップの違いについてちょっと説明したいなと思って動画今撮ってます。で、自分が普段のグリップのはどうやってるかっていうと、ここが座面だとしますよね、手のひらが。で、スティックはこう座面に当たった時にはこう指が伸びた状態になっちゃってるんです。こうやってこういう感じですね。で、もう一つ、あんま僕は使わないやり方で、こうやって当たった瞬間に握ってて上げた瞬間に離れてる方がいるんですね。僕の場合には当たった瞬間には指が離れてて、上がった瞬間には、まあ、握ってはいないですけど、こう握った感じに見えると、こういう感じ。今跳ねないですからちょっと難しいですけど、うん、こんな感じなんですよね、うん。で、どこがどう違うのかっていうのをこうちょっと説明させていただきます。で、僕今ちょっとその違いをはっきりさせるために、ちょっと聞いててください。まず、僕のやり方、で、次僕と違う握り込む叩き方で、順番にこう交代交代にやります。僕のやり方、握る、僕握る、おそらく伝わらないかなとは思うんですけど、こっちで聞いてたら離した時の僕のあたりは、木の音がするんですね。一体じゃあその音の正体は何なのかっていうところなんです。もう分かるとは思うんですが、スティックの音なんですね。スティック自体が鳴いてる音なんです。で、握り込んでしまうとどう叩いたってダメなんです。要は握り込みってこういうことですからね。ヒットした時にこういう状態になってる人ですよ。で、こうなってる人方は音鳴ってます、完全に。どこ叩いたってなりますから、頭痛いっすけど、ちょっとこぶだらけになってしまっていますから。で、握るとこどっちともチップに当ててます。これぐらい違うんです。プロに近い方いや上級者の方ならスティックの音が鳴るってどういうことかって少し想像はつくと思います。で、スティックが鳴くんですよ、ドラムを叩くと。で、バシッと当たった瞬間、伸びた瞬間にパーンとスーッとこう出てくる音が全く違うんですね。ちょっと待って、よし、よし、ちょっと右手だけでちょっと叩いてますね。まず握り込む方からで、離す方、握り込む、離す、もう外れた、うん、ちょっとドラムじゃ分かりにくいかなっていうところあるんですね。ちょっと音がでかすぎますから、全然本来なら違うんです。で、握り込むのが悪いって言ってるわけじゃないんです。僕普段はトラディショナル使ってるんですが、トラディショナルだと、どうしてトラディショナルかって言ったら、手首のちょっと骨折ってちょっとレギュラーじゃちょっと曲がらない角度があるっていう、ちょっと痛みが走りますからっていう理由があってこうなってるんですが、そんなどうでもいい情報ですけど。で、結局僕が例えば握り込みを使うときはフィンガーを使ってやるときですね、主にこう。じゃあ一体どんな、こっちもそうなんですけど、
スピードかって言ったら、なんかビリコブハムみたいような、で余裕でできちゃいます。でもやはり力は使います。でも僕これを同じ感じで指伸ばしたままできます。でその状態では力が入ってない状態です。死んでませんか、握り込むと伸ばした状態で握り込んだ状態。わかりますか、これぐらい違います。だから、スティックの音を知りたいって方は頭を必死にこう叩いてみて、こういう状態で握って、あとはこうかぶせる程度、小指はほとんど使えません。で中、人差し指は、使えません。とりあえず使わないでこうやってやってみてください。握る、離す、握る、離す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 、握る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 。痛さも全然違います。座面にどうスティックが当たってるかも分かります。でどういう音が出てくるかも想像つきます。頭と叩いてみれば。でこの後ですね、僕は握り込み否定派じゃなくて、握り込む音が好きな方はいっぱいいますから、それはそれでいいと思います。で僕は楽をしたいからこそ、ただバウンドを使ってるだけの話です。でそのついでにおまけとして、スティックの音がついてくる、漏れなくついてくるっていう感じですね。それをそっちの方を知りたい方はいつか動画で出します。でもしよければそうですね、コメントでもいいですし、メールでもいいですし、ください。僕すぐ動画は上げます。ということで、今日はちょっと頭が痛くて、今日は本当に見てくれてどうもありがとうございました。失礼します。